皆さん9月も下旬に入ってだいぶ秋らしく感じられるようになってきましたね。朝晩は涼しくなってきました。過ごしやすい時期になってきましたが、こんな秋から気をつけたいことがあります。それが秋の乾燥肌です。なぜ秋からは乾燥肌に気をつけなければならないのでしょうか。一つ目の原因は夏の紫外線です。夏の間強い紫外線を浴びることによって肌の内部はダメージを受けています。肌のバリア機能が低下して乾燥しやすい状態になっているんです。二つ目の原因は寒暖差が大きいことです。秋は一日の中の気温差、日ごとの寒暖差が大きい時期でもあります。この寒暖差も肌のバリア機能を低下させるんです。そして何といっても3つ目が乾燥です。雨が多い梅雨から夏の時期は湿度が高めですが、晴れる日が多くなる秋からは湿度が低くなってきます。肌の水分が蒸発しやすくなるため肌荒れの原因に直結します。さらに冬になりますと暖房を使うようになりますよね。一層乾燥しやすくなったり、外との気温差が大きくなりますから、より注意が必要なんです。そんなこれからの季節にはどう対応していけば良いのでしょうか。ポイントになるのがお風呂なんです。気温が低くなるとつい温まりたくなって長めにお湯に浸かっていたくなりますよね。実はこれが肌にとって良くないんです。長い時間お風呂に浸かっていると体の油分を奪ってしまうため肌の乾燥が進んでしまうんです。また汗をかいてしまうことも肌への刺激になります。お風呂に入る時間は10分程度にとどめておいた方が良さそうです。そして顔を洗うときはぬるま湯を使いましょう。熱いお湯で顔を洗うと体に必要な皮脂まで洗い流してしまいます。肌の突っ張りの原因になりますので気をつけましょう。最後にお風呂から出た後、顔を洗った後はできるだけ早く保湿ケアを行ってください。そのまま放っておくと水分がどんどん失われてしまいます。早めのケアが肝心です。対策は万全にして乾燥しやすい秋を乗り切りましょう。